オフィシャルホームページをご覧の皆さん、スタスキー役の宮下優也です。シャトナーさんのその遠い夏のゴッホは僕初演見てるんですよ。単純にシャトナーさんの作品見たくて自分でチケット買って、あの普通に当日券で見に行って、でその時にめっちゃ面白くて、うわこの舞台いつか出たいなっていうのを思ってたら、あのお話いただきまして、すごい嬉しかったですね、はい。シャトナーさんとお芝居はその時まだしたことなかったんですよ。ただシャトナーさん の昔組んでた劇団のピスタチオ の腹筋善之助さんには僕あのお芝居ずっと教えていただいてて、でなんかその腹筋さんの口からもシャトナーさんの話はよく出てましたし、なんか面白い時って何がおもろいか説明できないじゃないですか。なんか見た後にうわもうなんかめっちゃ面白いやんけ、うわめっちゃいいやんけっていうのって、そういう作品ってこう2年3年4年5年とずっと胸に残ってるんで、そういう作品に出れるっていうのはすごく嬉しいですね今、はい。バッタとかあのちっちゃい頃よう捕まえて、まあ、男の子やったら、まあ、みんなねそう経験っていうか絶対通ると思うんですけど、ちょっと助けたる気持ちで捕まえてたところもあって、だって絶対買って定期的に餌あげた方がいいじゃないですか。なんかわざわざ自分で借りに行く必要なくて、こうカゴの中でこうしてたら来てこう来るから、あなんかそっちの方がいいのになんで逃げんのって思いながらやってました。いやよく考えたらめっちゃ怖いですけどねなんでそんな考えやったんやろと思ってセミって、まあ、シャトランさんから聞いたんですけど、幼虫で5年から6年なかったら7年ぐらい生きるみたいで、でそっからあのセミになってからはなんか大体3週間から1ヶ月なんですって。その期間ってすごいなって、それこそ北極ってオーロラってどんなんやろみたいな情報では、絵ではなんか知ってる、まあ、セミとかが土の中やから何の情報もない、いろんなことをこう想像を膨らましてる、その楽しみ楽しみであの孵化してやっと空で飛べるってなったら、なんかどんな気持ちになるんかなとか今考えてもね、その役作りでいっぱい使えそうなあのアイデアとか発想っていうのはね、シャトナーさんといろいろ相談しながら作っていきたいですね。遠い夏のゴッホは夏休み の自由研究みたいなんで、あの学校で出してもええ作品やと思います。すっごく俺のドロドロした部分が剥ぎ取られるようなね作品でした。なんかすごいピュアな気持ちで、すごいなんかあの清々しい気持ちで劇場出たのを覚えてます。だから初演を超える勢いであの座組でもう一度もう一生懸命作っていきますので、ぜひぜひ見に来てください。あと僕この遠い夏のゴッホ、実は今年入ってシャトナーさんとあのお芝居するの3作品目なんですよ。約5ヶ月一緒にいるんで、この公演終わったらシャトナーさん家にお中元を送ろうと思っておりますね。はい、こちら側は以上です。